何かしましたか。あ、違う、松倉以外で笑うことなどあるんですか。バカにしとんねん。普段の日常の大人もしかしたらコントが好きじゃんの。違う、うちのライキレバルも毎日のように一人コント。一人コント。寂しい。よかったな、相手がおってな。では組みまするか。お、お、待て待て待て。ボケるのいつもおぬしじゃん。いや違う。セシオと有馬殿が二人でボケる。ああ。収集がつかんない。コントカメムシとか。どんなですか。いやいや、それはもう20日か19の夜。なあの。ハードル上がっとるぞ。そんな面白くないぞ。そんな笑うことですか。もうやだ。カメムシっていうコントがある。あの、すっごいくだらないの。まず、あの島原城以外で見せない。あとドンプロダジオとかある。あれ、島原城以外で見せない。来週来たら見れるやもしれん。そうじゃな、有馬様が嫌がる可能性ある。来週、参られる方は。おありがとうございます。ありがとうございます。本日今回以外から来られたの。おおありがとうございます。多いとなかなかになくなるんだよ。おお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 およう来てくれたよ。すごいなぁ。前組だよ。わしらも名古屋に行かねばならんの。名古屋になりますよ。名古屋城の方々にも会わなきゃ。会いに行かれる。シャチ欲しい。いや、無理じゃん。欲しいじゃん。金シャチ。いや、もらえないじゃん。もらえんとさ。満足いきませんか。最先端は金や。金に何もしたら、あの影ができるんじゃないですか。作業はね、できるのどうかな。反射するんじゃない。反射いたします。じゃあ黒で諦めるか。でも飾りとして金は持って帰ろう。それ売るじゃん。そんなことないよ。一個ヤグラとか増やす気じゃん。ああそんなことないよ。もううんって言っておるから。島原は行ったことあるか。私はまだ行ったことがありませんが。私も初めてだの、かわいい。何かにちでかわいいって。ナンパかの。違う。いや、そういうやつなんですよ。そういう男なんだ、言葉が。天に見るとどちら。やめないでくださいませ。どちらかと。天に見る。臨時用かの。でも、つい可愛いから可愛いって言っちゃうよな。そう、これだ、きっと誰か姫様に言うやつ。天姫一筋やで。困るじゃん、どうに。どうしようかなって顔する。可愛い。自分の神に許可を得ないかも。この間、戦国バンドの最初の武者行列のニヤニヤしながら喋ってた。加藤の話。お父さん見てたのが後々 SNS で上がってきて、あとで家臣に見せられた。今この時この状態だったんだけど。でも後ろに行けって言ったの清正殿らしい。そのうちそういうお話をされたんですか。いや、触れぬようにしとる。逃げておるの、お主。今のところバレんように頑張っとるから。いやいやいや、でもバレてる。バレてますよ。あ、なんか、誰か密告してるみたいです。誰じゃん。バレとらんつもりだって。いやいや、バレとるじゃろ。いや、バレてないってまだ。いや、だって小西様ですら気づいてない。小西殿、ここはやられとるじゃない。だいぶ怒っとるからの、小西殿。もうそれはバレとるじゃん。顔を描いたらと。その客人が後ほど小西殿に顔をもらったらしいから、拙者の横の場所にはみ出してきようか。松倉誰って書かれてる。絶対これ分かっとるやつ。綺麗な。まあそれでも女の子はみんな可愛いということだ。ナンパじゃついな。でもあまり見るとすぎや。いや、皆さんはだからこういう場でしか時間かないように、我々毎日これで帰宅されてる。
じゃな。ここちょっとこう座ってた人がに。この辺元気してるかな。あ、始まったよ。私話に一人だけついていけたな。じゃあ後ほどゆるりと説明しよう。さようにございます。ではでは、すまぬのちょっと話の途中じゃない。もう。そうじゃの、そろそろしまいじゃの。あっという間じゃな。よかった。来週もまたみんなに会えることを楽しみにしとるぞ。では、良いか。良いぞ。私喋り話して出したら止まらん。止まらんぞ。一つだけよろしい。出た。すまない。さっきそれで一つ以上。一つだけ。わし本日あの来週のチラシを持ってきておるので、欲しいものは後でわしを切りください。以上です。よし、行くわ、出た。では、本日最後まで誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて帰るんだぞ。大阪さん。風邪ひかんようにな、雨降っとるから。日頃の力を鍛えた者たちもね。ダメじゃん。来週来なくちゃいけないから。体大事。健康大事。参りますか。チラシはそちらの。まあわしに言ってくだされば。すっごいなと。あの。じゃあわしらは。はい。最後にござりまするな。ではみなみな。失礼です。皆様、ぜひ19日にいらしてくださりませ。はい、ありがとうございます。しかし先ほど19、20とは、私20は必要ありませんか。え、それはどの方に。私の出番は19日に。出会ってほしいものおるから。では皆様、またお会いしましょうぞ。よろしくお願いします。頑張るかい。まだ時間は大丈夫。はい。というわけで、まあ、チラシも存分に。あ、ダメじゃん。ダメ。私はそういうこと言うと思う。はい。で、一応我々筆記用具も持って来ておるゆえ、時間許す限り別に顔も写真あるんでしょ。クリアファイル持ってきてます。大丈夫。